ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思いますえ早速ビットコインの冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですけれども現在ビットコインは4万6600近辺も推移をしているんですけれどもこの200日,200日の,あのブルーのラインですね移動平均線約4万8000近辺とこの黄色のラインの4 5000のこの狭いレンジを、まあ、毎日毎日上下しているような状況と なっているんですが、まやはりこの4万5000近辺割れてくるとストップとかっていうのも入ってくるかもしれないんですけれども、ま逆にそのアップサイドに向かっていくような材料っていうのがま今不足しているのかなと思うんですよね。まあなのでなかなか買いだったりとか、ま売りも入ってくるづらいような状況にはなってきているんですが、まやはり期待されるのがこの2022年に一発目に仮想通貨にま入ってくるであろう大型機関投資家からの資金のフローというところではあるんですが。 まあ今のところ、あまりそういったフローもないので、まあ、しばらくこの膠着状態が続くようであれば、まあ、一旦、売りを試すみたいな流れも入ってくるんじゃないかなと思うので、まあ、まずは動きを待っているというような状況かなと思います。あとは引き続き水曜日の FOMC の、12月の FOMC の議事録だったりとか、あとは金曜日ですね、雇用統計、もしくは 来週の12日にアメリカの CPI の数字とかっていうのも出てくるので、まあ、こういった材料待ちという感じも、まあ、ビットコインについてはあるのかなと思っておりますで続いてイーサリアムなんですけれどもこちらは若干ちょっと底を打ったような感じがあって戻ってきてはいるのかなっていうなんとなく雰囲気はあるものの、まあ、なかなかそんなに簡単には、まあ、ビットコイン同様にいっていないかなと思いますそんなに勢いよく上がってきてるわけでもないですし、まあ、一応底を切り上げて,てはいるんですが あまりそのビットコインだったりとか仮想通貨持っているフォルダーとしてはあの今、上昇トレンドに向かっている感というのは全くないのであまりその今、下値を切り上げていっているというのは、まあ、そんなに意識するようなポイントでもないかなと思いますし逆にそのテクニカル的に見ても今、ものすごくポジティブだよとかマイナスだよとか、まあ、そういったものあんまり正直なくてあの方向感がない相場が引き続き続いているようなあの感じかなと思います。 で、ちょっと今、あの、気をつけておきたいポイントとして、後ほども若干触れていこうと思っているんですが、まあ今ですね、アメリカの金利のマーケットが、まあ結構また上がってきてるんですね。で、これが2年債の金利。え、今日がアメリカでは、株式市場だったり債券市場は、第一発目のトレーディングデーということもあって、金利がいきなり跳ねているんですね。これが2年で、10年債がこちらというところで、まだレンジ内の相場ではあるんですけれども、かなりやっぱり利上げというところが、 強く意識されていいるんじゃないかなかと思いますでこのあたりっていうのはやっぱりこの年末年始のタイミングでえオミクロンに対しての懸念が少し弱まってきてるですとかあとは OPEC がまあ今後増産をしていくというような方向で話を進めるんじゃないかっていうようなニュースも出てきていることからやっぱり今年については物価上昇の圧力っていうのは強まっていくよねっていうような方向性の見方が強まっていくと思いますしやはりこの辺りについては 仮想通貨だったりビットコインについて少しやっぱネガティブとなるような要因にもなりかねないのでやっぱりこういったところを見てみても少しビットコインだったり仮想通貨については警戒感が若干まだ高まっているのかなっていうのは感じられますかねはいで、ここからちょっとニュース見ていきたいと思っているんですけれども今日はまたマクロで非常に重要なポイントっていうのもニュース出てきてますのでまずはそちらから見ていきたいと思いますで、まずはですねこちらウォールストリートジャーナルの記事なんですけれども今アメリカで 一日当たりのコロナの感染者数っていうのが急激に上昇しているような状況となっています。チャート見ると非常にわかりやすいんですけれども、これがですね、第1波。で、これデルタの時タイミングですね。で、これ今オミクロン株の時っていうような状況なんですけれども、まあ、ものすごくあの急激にまあ上昇してきている一方で、これ非常に重要なポイントだと思うんですけれども、あの検査している人数っていうのは、この第1波のタイミングよりも少ないんですよね。 でまあ、そういうような状況を鑑みてみるとやっぱりその感染力っていうところが、まあ、いかに強いかっていうところが示されているのと、まあ、あとはですね検査キットがアメリカで今足りてないんですよねなので潜在的に感染者っていうのはまだまだ今マーケットにもっといるんじゃないかっていうふうに言われてますとでそんな状況の中じゃあもっと重要なのが病院にかかっている人数がどれだけ多いのかっていうと、まあ、これは第1回目第2回目と比べても その病院に行ってる人、まあ、入院してる人です、ね、の割合は非常に少ないんですねなので、まあ、そういったところから見ても感染力は非常に強いけれどもその重症化っていうのはやはり非常に、まあ、あの割合としては少ないよねっていうところとあと死亡者に関しても同様の統計が出ていますとまあただし感染力っていうのが非常に強くてかつ今テストキットが届いてないのでまあ重風十分なので まだまだ潜在的な感染者が多いイコール経済的な滞りっていうのは、まあ、さらに強まっていく可能性があるかもしれませんしまあそれがパイプラインだったりとか、まあ、その需給の問題にさらに大きく悪影響を及ぼして物価のさらなる上昇っていうのが見込まれる可能性があるんじゃないかっていうのも一つポイントに今後はなってくるのでこの辺りオミクロンはまだ弱毒化してるんじゃないかっていうのはある程度あの見込まれている一方で それ以外の波及効果というところを引き続き注目していきたいかなと思っております。続いてはこちらのニュースを見ていきたいと思うんですが、今ですね、また米国の10年債の金利だったりとか、2年の金利も含めて非常に高くバーンと上がってきてますねっていうのがニュースとして出てきています。これちょっと先ほども触れましたけれども、今年については非常に早いタイミングで利上げだったりとか、さ、ま、ら、あ、なるテーパリングの加速っていうところもあるかもしれないよだったりとか、あとはその年,年に3回の利上げっていうのが 今、大体3回目の利上げが70%ぐらい織り込まれているような状況なんですけれども、今後、さらなる物価上昇というところが、来週の12日、木曜日、発表ありますけれども、そういったところがさらに物価上昇を加速しているようであれば、さらなる金利上昇からの仮想通貨だったりとか、株価の下落というところが見込まれる可能性もあるので、このあたり非常に注目ポイントだよねっていうのが今、出てきていますと。であとはです、ね、今後金利が どん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 上がっていくっていうのを見込まれて社債ですね社債の発行が結構この第1クォーターだったりとかに非常に集中しているとでそういったところもあって米国の10年債を買うよりもまあ米国の10年債というか米国の債券を買うよりも、まあ、そういった社債を買う方の需要が非常に今高まるであろうという見込みから米国の債券が結構激しく売られるような今状況にあるというふうに 言われていますなのでまあ短期的にいろんな要素を見てみてもその債券の需要供給とかっていうバランスから見ても今金利が上がりやすいような状況になっているのでこの辺りは引き続き注目して見ていきたいかなと思っておりますでここからですね仮想通貨の関連ニュースを見ていきたいと思うんですけれども今ですねこちら見ていただいてもわかるとおり 仮想通貨、これ主にビットコインなんですけれども、ビットコインの取引所への流入っていうのが、今どん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 増えていると。で、このあたりが非常に売り圧力につながっていって、これがやっぱりトレンドになっていってしまうんじゃないかっていうところが、一つ非常に不安視されているようなポイントでもあります。で、これ過去のトレード、あのトレードっていうかその流れ見てみてもわかる通り、 このブルーのところがですね、取引所への資金の流入を表しているものなんですけれどもで、赤が取引所から資金が、ビットコインが抜かれているような状況ですね。で、この抜かれていく状況に入っていくタイミングではビットコインは上昇していって、取引所にビットコインが流入超過になるタイミングではやっぱりこの下落の流れになっていると。で、今またこれ流入の方向性に入ってきてしまっているので、 まあこれあたりは一つベアリッシュシグナルなんじゃないかっていうのがまあ懸念をされていますとでただしやっぱり皆さんが見ているのが機関投資家からの資金の流入があるんじゃないかもしくは個人投資家がさらなる資金をビットコインに入れるんじゃないかどうかみたいなところも皆さんはやっぱり気にして見ているので、まあ、このあたりのトレンドが本当に続くかどうかっていうところをまずは見極めたいねっていうのがこちらの記事になっていますと。 続いてこちらのニュースも見ていきたいと思うんですが今ドルがですねまた急激にこの1日2日で上がってきているんですがそれがビットコインの上値を抑えるような状況になっているんじゃないかとか、まあ、テクニカル的に見ると少し弱気な動きがなかなか出づらいような状況になっていますよねとかオンチェーンのデータで見てみると今非常に強気のシグナルが出ていますよもしくは今後さっきも言ったように まあ新しい機関同士化のフローが入ってくるんじゃないかみたいな感じで、まあ、いろんな要素が取り上げられていて、まあ、結局何も言ってないというかあの方向感が非常に分かりづらいよねっていうようなまあ記事になっていますだからこれ本当にみんな今同じような状況にあっていてなかなかフローが出てこなかったりとか、まあ、実際に動きが出てないということでマーケットに今迷いがまさに出てるというような今状況が、まあ、よく表されているようないくつかの記事を見てみると、えー、状況なんじゃないかなと思っています でまあ、そんな中なんですけれども、まあ、今非常に DeFi のトークンがパフォーマンスいいですよというのが一つ取り上げられていましたでこれはあのここ最近のやっぱりビットコインの動きと比較して見てみるとという意味ではあるんですけれども 今やっぱりその一つの大きな要因としてはこちらがですねどれぐらい今 DeFi に資金がロックされているかっていうのの推移になっているわけなんですけれどもこの11月ぐらいからでもです、ね、非常にビットコインが今落ちているタイミングでもこの DeFi の資金流入もしくはその DeFi にロックされている資金のボリュームっていうのはまあ安定しているんですよね一旦ちょっとビットコインの価格もう一旦見直していきたいと思うんですけれども はい。で、こちらがビットコインのチャートになってますね。で、11月をピークにして、ぐわーっと下がっていってしまっているような状況にもかかわらず、DeFi にロックされている資金は、まあ、非常に安定していると。で、かつ、ここ最近は、えー、やっぱりその DeFi のトークン少し下がっていたっていうあの局面でもあったんですけれども、 まあ非常にあの安定してきているというところもあって d f i への注目がまた集まってきているというような状況ですねでこれが今ここ最近注目されているあのアーベだったりとかもするんですがまた大きく戻ってきているというのもまあ少しやっぱりあの d f i への注目だったりとか安心感が出てきている一つの要因でもえあったりするんじゃないかなと思っておりますまあとはいえ年初来から見てみると非常にまあこの d f i トークンあたりも非常に下がってはいるのでまあ d f i が今最高だよねみたいなわけじゃないんですけれども まあその比較感で見てみると、やはり d f i への需要っていうのが引き続き高いっていうのはこういったところを見てもわかるんじゃないか。もしくは、あとやっぱり d f i は機関投資家が非常に注目してるんですよね。やっぱり今まだまだ法律が整ってないですとか、あとは今年については、まあ、ステーブルコインへの議論っていうのも非常にアメリカで今後進んでいって、まあ、ルール化だったりとか法制化っていうのがさらに進んでいくことから、まあ、そのあたりが非常にもっと強固に あの整えらられれてから資金が流入すするとは思うんですけれども、まあ、そういったところを見越してまた今資金が入っていたりとかあとはこのアーベについてはあのこのプラットフォームを利用してリアルな現実の世界でのアセット不動産とかを担保に入れてお金を借りるみたいなサービスが今後開始をされるということもあって まあ今好調なパフォーマンスになってきていますよ、ね、なのでまあこのリアルと、まあ、リアルじゃないとは言わないですけどもビットコイン仮想通貨とまあこのリアルアセットっていうところがどん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 融合していってるというところもあるので、まあ、さらにこの DeFi 関連のトークンの伸びしろっていうのはまだまだあるんじゃないかなと思って見ています。 で、最後にこちらを見ていきたいと思うんですが、ビットコインのハッシュレートがまあオールタイムハイを更新しましたよというところがニュースとしてなっていました。まあ、昨年中国がですね、まあ、ビットコインのマイニングを国内で禁止しますというニュース出てから、まあ、非常に大きくビットコインのハッシュレートがドーンと下がっていましたけれども、まあ、その後は世界各地で、まあ、彼らが新しく、まあ、中国の人たちが新しく、まあ、世界各国に散ってマイニングの まあ、作業を始めたっていうところも、まああるでしょうし、あとはアメリカの方で非常にマイニング活動が活発になっているというところもあって。まあ、予想よりもおそらく半年ぐらい早く、ビットコインの発出レート最高値行使しているような状況となっています。このあたりはファンダメンタル的にはポジティブに捉えられるような状況では。あのニュースではあると思うんですけれども、まあ、もろもろマクロの環境だったりとかっていうところ。 まあ今、鑑みて、そんなには影響、正直今、マーケットには、今ない指標にはなってしまうかなと思っています。逆にこれがどんどん下がってきたら、あのネガティブなインパクトとかっていうのは、なったりはすると思うので、まあ、一応注視をしながら、このあたりも見ていきたいかなと思っております。はい。ということで、えー、ビットコイン仮想通貨のマーケットはまだまだ年少、えー、そんなに動き出てませんけれども、まあ、本格的に、この FRB のですね、あの金融政策の方向性だったりとか、まあ、あとは、 今週だったりとか来週の経済指標が出てきて、まあ、この経済指標関連のニュースを反映して FRB が中央銀行がどういうふうに動いていくのかっていうところを、まあ、ある程度なんとなく方向感をつかめ出してきたら、ビットコイン仮想通貨の方向感っていうのも少し出てくるかなと思うので、まずは一旦はそんなに焦って動くんじゃなくて、まあ、コツコツ買っていく、もしくは、まあ、ある程度今のところは生還をして、方向感が出てきたら、何かしらのニュースが出てきたら、 それに基づいて動いていくという方がまあ安心安全かなというふうには今は感じています。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか結構ですね、年少来からいろんなニュース出てきていて、他にももう一つの動画でもご紹介をしていきたいと思うんですけれども、やっぱり見方としては短期的にはマーケットミックスではあるんですが、個々のいろんな NFT だったりとか、d f i だったりとか、そういったアクティビティを見ていると、非常に アクティブ感っていうのはかなり出てきていますし今後もさらに高まっていきそうな感じはあるので2022年もですね、仮想通貨 NFT メタバースについては盛り上がりが引き続き続いていくんじゃないかなと思っておりますということでまた次回の動画でお会いしましょうさよなら